みんな疲れっぴー。ムッキーだよ。てんてんだよ。はい。ういー。はい。今回はね、12月末ということで、本日何の日か分かる人いますか？くまーん。はい、てんてん。はい、大晦日。おー、正解でーす。イエーイ。その他には？はい。はい。ぷんぷん、お正月の前の日。はい、正解でーす。はい、ということで今回は12月のお誕生日企画の当選者の方の発表になります。おー、イエーイ。その月のお誕生日の方の応募してくれた人の中から抽選で2名様にプレゼントをね、ご希望景品をお送りしております。はいはい、はい、早速私から行きましょう。はい、じゃあ、はいはい、はい、Q です。 Q 番さん。はい、Q 番さん、おめでとうございます。イエーイ。はい、出ました。 Q 番さん、はい、お住まい千葉県浦安市。おお。おお。お誕生日は12月28日。おお。結構最近ですよ ね、 ね、はい、お名前はのりださん。のりださん、お誕生日おめでとうございます。はい、のりださんですね。おめでとうございます。のりださん、はい、希望景品はおもちゃ系、実用系などの雑貨はい、希望景品の詳細、アルコール消毒のデスペンサー、ディスペンサー、ディスペンサーとか、一人焼肉の機械とか。なるほど、うん、あの完全に実用系の景品をご希望ということで。そうね。なるほど。いいね、一人焼肉。いいですね。すごい。はい、メッセージもありますよ。ありがとうございます。いつも家族で楽しませてもらってます。5歳の子供を取れるから楽しいらしく、休みになるとたてき屋さんに行きたいとうるさいくらいです。 YouTube も楽しく見させてもらってます。攻略法やおすすめ台などを参考にしてます。ありがとうございます。てんてんのは一番参考になるかな。僕の動画でしょ。はい、はい、ということで、ドリラさん、お誕生日おめでとうございます。そしてご当選おめでとうございます。僕の抽選発表いきましょう。はい、10番さん。10番さん、当選おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ、パチパチ。10番さんがどなたなのかお調べしていきたいと思います。はい、それでは早速発表していきたいと思います。10番さんのまずお住まいから。お住まいが埼玉県の鴻巣市。結構近いですね。近いじゃん。やばい、まさかそんな近くにいらっしゃるとは。すごい。お誕生日が12月の9日。12月入ってすぐの日ですね。お、素晴らしい。お名前は、うん、ポンポンスさん。ポンポンスさん。ポンポンスさん、おめでとうございます。おめでとうございます。それではご希望景品いきましょう。ご希望景品は玩具系、実用系などの雑貨です。雑貨、はい、さらに詳しく、小さい子でも遊べそうなものだったら嬉しいです。なるほど、じゃあお子さん方に向けた景品を探していけばいいのかな。そしてさらにメッセージもいただいております。早速読み上げます。夫婦ともども UFO キャッチャーが好きで、よく利用させていただいています。 YouTube では難しいものの撮り方など勉強になります。何より今はコロナの関係でなかなか行けないので、動画で見ることで行った時にはこうしたいなぁと見ているだけでも気分転換になっています。11月の当選の動画では仲の良さが伝わってきて、ほのぼのとした気持ちになりました。これからも店舗で遊ぶこと、そして動画を楽しみにしているので、お体に気をつけて頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかね、僕とてんてんのあれが見られていたとは。はい、ということでポンポンさんのご希望景品、眼系実用系などの雑貨の、じゃあお子様が遊べるようなものを挑戦していきます。行きましょう。行きましょう。レッツゴー。
すごいよね。めちゃうまそう。これが絶対いいですよ。あとなんか15分で行けるんですよ。これいいよね、のりあさん。これ好きだよね。これ撮りましょう。はい。これ橋渡しですよね。そうですね。うん。私行けると思うよ。行けると思うよ。ほら。おーおーおーまい。このパワー半端ないな。ノリダさんもきっとチョロス好きでしょ。私も好き。でも自分で作ったことないですよ。まさかこんなものあるんだ。すごい。テンテンも作れるかも。私、これやったら作れますよ。おあと最後も大事な安全装置がつきますよ。自動に温度が調整できます。素晴らしい。いいね。しかもこれ色が2種類あります。今回は白ですよ。白ですね。何でも合うようですね。すごい。はい、こちら、AC 電源。 AC 電源はない。わからん、とりあえず、これです。15分で簡単で作れる。掃除も楽だし、素晴らしい。ノリダさん、これ好きでしょ。好きです。無理やり。ノリダさん、これ送りますので、もし届いたらぜひこちらの動画のコメント欄で届きますよってコメントいただけたら嬉しいな。もし届いてなかったらちょっと心配なので、ぜひよろしくお願いします。改めてお誕生日おめでとうございます。てんてん速攻で終わった。はい、ということで早速ね、ポンポンスさんのご希望景品、小さい子でも楽しく遊べるようなグッズ見つけてきました。それがこちらです。今回はね、小さい子でもね楽しく遊べるテントを今回狙っていきたいと思います。やっぱりね、小さい頃はね、秘密基地ごっことかね、そういうテントの中で楽しく遊ぶのとか結構好きだと思うので、そちらをゲットしていこうと思います。では早速挑戦していきましょう。まずはこれを奥目か手前目をずらすんですよね。最初はどれくらい開くかわからないので、こんな感じかな。お、結構いい線いってんじゃない。嘘嘘。いやこれさ、なんか次かその次で取れそうな気がする。ポンポンさんやばいですよ。ゲットして差し上げろというお達しです。よいしょ。あ、やばいやばい、あ、やばい。嘘嘘嘘嘘。やった。
ポンポンさん、ゲットです。はい、じゃん、こちらキッズテントをゲットいたしました。じゃあ景品について説明していきますね。こちらまずお家の中で張るタイプのテントですね。お子様がちょうど入れるサイズになっています。ちびっこ大喜び、はい、お部屋で遊ぶキッズテント、いいね。で、これ高さが85センチ、結構高いですね。幅が65センチそれぞれあるそうです。やばいですね、これ結構広々とお子様遊べるかもしれないですね。大きい絶対入らないよ。いや、ちょっと僕はね、でかいのでしょうがないです。はい、で、こちらのケーキ、お色がですね、赤とピンクの2色があります。今回はこちらの赤い色になってます。赤の方が可愛いと思います。はい、はい、ということでこちらキッズテントをゲットいたしました。ぜひね、ポンポンさん、こちらお送りいたしますので、お子様と楽しく遊んでくれると嬉しいです。さて、改めましてこちらの景品お送りいたしますので、届いたらこちらの動画のコメント欄の方に届いたよってコメントくれると嬉しいです。届かなかったらね、ちょっと僕心配しちゃうので、ぜひコメントの方お願いいたします。それでは今日の動画ここまでです。見てくれてありがとうございました。こちらの動画から1月の誕生日の方の応募が始まりますので、ぜひ応募してくれると嬉しいです。それでは皆様の応募お待ちしております。バイバイ。皆さん、チャンネル登録も忘れないでね。よろしくお願いします。バイバイ。皆さん、こんにちは。エブリデイギョーラ店の店長の五十嵐です。ですね、皆様に今回はお知らせがございます。エブリデイギョーラ店とエブリデイとってき屋東京本店、12月31日は夕方18時までの営業時間となります。で、1月1日からは、朝10時からオープンいたしますので、ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。